久保さん、アバックシリーズいいんじゃないですか。アバックシリーズ。このネットビジネスの嘘を暴くにしましょうか。ネットビジネスの嘘を暴く。はい。魔法ないです。18年やってきましたけど、稼いでる人地道になんかやってます。なんかやってます。うん。そう見せてるだけであって、そう見えてるだけであって、まあもちろんね、ある一定のとこまで行くと魔法みたいになりますよ。まあその魔法って何かというと、例えば、まあそのお客さんの顧客リストを集めます。で、関係性を構築します。じゃあ、関係性を構築したメルマガ読者さんが1000人いたとします。ある一定の関係を構築しています。信頼関係構築しています。メルマガ読者さん1000人います。で、そこに対して一発10分で書いたセールスメールですね。で、100万上がる。10分で100万。ありえます。はい。もう全然ある。10分で100万。久保さんなんか1動画でね、3000回ぐらい回して、なんか1億でしたっけね、速稼塾が何人だっけ300人か400人入ったのかな ?1 億ですから。1動画でね。そう。だからまあそういうのは あるんですよ。あるけども、そこまでに費やしてきた時間っていうのがあるわけですよね。久保さんも発信し続けてきて、まあそこなんで。でも、大体の情報っていうのはここを言うので、例えば、まあダイエットとかも全部そうですけども、ここをなんか言わないわけですよね。うん。なんすかね、過程じゃなくて結果を言うわけですよ。だからダイエットも結果じゃないですか。例えば、ライズアップなんかの CM とかもわかりやすいと思うんですけども、結果しか出てないですよね。こんだけ痩せました。でも苦労してると思いますよ。ね、食べたいものも我慢して、トレーナーの言う通りね、食べたいんだけど分かりましたって言ってね。で、トレーニングをはーってやってね。その数ヶ月があるから痩せてるわけじゃないですか。でも、ライズアップの CM って結果だけですよね。その過程は CM にないですよね。でも、その数ヶ月ダイエットし、その痩せた人は必ずなんか努力してると思いますよ。我慢してると思いますよ。食べたいもん我慢してると思いますよ。でも CM でね、トレーナーの言う通り我慢してください。お菓子は我慢してくださいっていう CM じゃないですよね。数ヶ月でババンババンババンみたいな話ですよね。どうですかね。ライズアップの CM でお菓子は我慢してください。トレーナーの言う通りに食事制限してくださいっていう CM ですか。違いますよね。だからネットもそんな感じです。うん、だから表面上の結果しかやっぱ見えないんで、過程は見えないんですよね。うん。だからまあそこがね、闇ですね。嘘ですね。はい。ちゃんとやらないといけないよって話です。そう。てか、でもやれば、そういう事実もあるよと。ね。10分書いて、100万。ね。1本の30分か20本の、この動画はセールスビデオです、みたいな。この動画はセールスビデオです。つって、セールスが5分ぐらいでしたっけ？これで1億っていうね。魔法ですよね。あるんです。やってるとね。はい。いってらっしゃい。